皆さんこんにちは。テレビアニメ30歳まで童貞だと魔法使いになれるらしい、足立清役の小林千明です。黒沢雄一役の鈴木亮太です。そして杉江正人役の古川誠です。綿谷港役の佐藤源です。はい、アフレコ収録を終えた僕らがアフレコ現場から取り立てホヤホヤトークをお届けするミニラジオ企画、本日ついに最終話です。お疲れ様でした。このメインメンバー4人でお届けしていきます。はい、意外と初めて4人。いや、そうなのよ。確かにそうだね。最初にして最後というか最終回にして、ね、この4人でね。どうする、打ち上げでもやるじゃん今からね。今から酒持ってこい近くにコンビニあったでしょありますけど、何個か買っていきましょうかこれ朝現場ですから、はい、早いです飲むには。そうですね、はい、まあ、ついに最終回を迎えました。はい、はい、まあ、いろいろありましたけど、まあ、僕ら足立黒沢ペアも、はい、まあ、柘植港ペアも、はい、無事ハッピーエンドを迎えることができましたね。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。いや、本当にここまで応援してくださった視聴者の皆さんも幸せになれるようないい最終回になったのかなと。いや、素敵でした ね、 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 ね、いや本当いろいろあったけど、ね、でも結構畳み込んだね。まあそうね、付き合って、うんうん、中してもう一気に進んで、うん、もう結婚ですから。そうだね、まあお互いもう、まあ、年齢もあるしね。まあ確かにね、うん、急になんか重たい刺激が入ってる気がするんだけど、めっちゃ大丈夫か。めっちゃ現実的な、ね、いや、まあまあ、いやでも大事ですから、ね、30歳のスピード感はそんなもんなんじゃないの。そうか、うん、それがやっぱこの二十歳の恋と違うところですね、うん、社会人の恋ってこういうことなのかなと思いつつも、うん、まあでもあと六角とか藤崎さんとかね、うん、ちょっと最近僕らの濃厚会が多かったからそう、ね、あんまいらっしゃらなかった方々がね、ついにまた最終話になって出てきてくれて、藤崎さんすごかったっすね。いや、テスト面白かったですよあれはぜひどっかで皆さんに聞いてほしいですねテストでもう耐えきれなくなって、りょうたくん笑っちゃう。笑っちゃってね。だから最後のね。そう、喋れなかった。あれ本当なんかね、ブルーレイとかになった時に入れてくれ。いや、入れてほしい。あれ本当入れてほしい。あれは聞きたい。砂糖、砂糖ちょっとみたいなセリフが言えなくて、ね。言えなくてね。そう。なんかね、カットとかもね、いろいろそのアフレコの時の絵と変わったりするから、はい、ニュアンス変えてくださいっていうのを小清水さんにオファー、うんうんうん、オーダー言ってましたけど、うん、そう面白かった。トガキが面白かったですね。そうそう、ね、不女子ポーズってかとはなんぞやみたいなカッコ頭抱えるからカッコ祈るになった祈るになったりでも最終的にね、どういう絵になってるかっていうのを、ね、僕らの本編のね、楽しみですね。そう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 、抱えて祈ってる可能性も楽しみですね。いやでも本当にね、なんか最終的にはまあ魔法がね、柘植と、うん、まあ、足立はその魔法が使えることがそのコンセプトというか始まりでしたけど、うん、最終的には魔法の力に頼らずに、うん、やっぱり己の言葉で伝えることが意味があるし、相手の心が分からなくても分かることがあるっていうところに、ね、そうですね、まあ、うん、まあ、柘植さんはまだ、あ、そっか、残ってまだ残っては、まあ、描写がないだけで、うん、多分なくなるんでしょうね。ね、そうね、この後は。いやーでも良かったですね、本当に。本当にね、柘植港ペアもなんかすごいもうまったりしちゃって、うんうん、最初からは考えられないですよ、ね、いや本当にね、うん、特に港がね、ああいう風にちゃんとほだされていくじゃないですけど、うん、まあ彼もね、やっぱ葛藤というか、うん、彼一番そのなんだ、まあ、メンバーの中では若いのか、はいはい、っていうところを考えると、やっぱり自分の夢とか追っかけることに対しての焦りとか、うん、そういうのもすごいこうね、いろんなところで、まあ、いろんな方にちょっと刺さるキャラクターにはなってるのかなとも思うと、うん、やっぱりそれを支えてくれるやっぱ大人な人が必要だったんだろうな、それが柘植だったんだろうなっていうところもあるし、うん、まあ、柘植もやっぱりこう小説家としてすごいこういろいろ売れっ子でっていうのも考えると、なんかそういうのに憧れたりとか、ある種表現は違うけど違う道でもこう表現として頑張りたいみたいなところもね、港もそれを見て支えてもらってっていうのがあったので、うん、まあ、本当に必要な人間だったんだなって思いますね。良かったよね、うん、だから最終的にそんな2人が出会って、うん、そうですね、本当に良かったですね。この後もね、なんかね、描かれてほしいなとも思うし、そうですね、柘植港ペアも、まあ、
といったところで、まあそろそろじゃあもうこれもね、ラジオ企画、ミニラジオ企画も最終回ってことで、はい、じゃあ一人ずつちょっとした感想をいただきましょうかね。はい、うん、じゃあ源くんから。はい、わかりました。はい、改めまして、綿谷みんなと役の佐藤源です。本当にこの作品に参加させていただきありがとうございました。なんかこう尊いとかそういう言葉でシンプルになんかこう片付けたくないなっていう、なんかその中にある奥深い愛情だったりとか恋愛模様だったり人間関係だったりを、なんかこうね、12話最後まで見たからこそもう一度1話から改めて見ていくと、さっきね、チェックも言ってくれましたけども、まあほだされていく港だったりとか愛情がどんどん深まっていく、あたしペアだったりとかっていうところのね、様子も改めて確かめてみてはいかがでしょうか。本当にありがとうございました。ありがとうございます。じゃあ古川さんでしょうか。はい、これまでのラジオ、皆さんのトークは僕らは聞いてないんであれなんですけれども、うん、まあもしかすると30歳になって使える魔法っていうのは、誰かとコミュニケーションを取るであるとか、気持ちの伝え合いっていうものに対して気づきを与えてくれるような、なんかそういう意味合いで神様が使わせてくれるもんなんじゃねえかなと、なんとなく最終話まで、やってみて思った次第でございます。でまあ告げとしては、ものすごくね、ドライブ全開な気持ちの持ちようで、港に対して踏んでいった感じはするんだけれども、まあ、その何だろう、今まで小説であるとかっていうもので表現していた自分の気持ちっていうものを、なんか彼の人生の中でおそらく初めて港に対してぶつけることができたんじゃないかなっていうところで、本当になんか特別な人間になんかこう捉えられたんじゃないかなというふうに思っておりますね。今後ともなんかこう応援していただければありがたいなというふうに思いましたし、人と人とのコミュニケーションっていうのはこういうものなんだというところですね、改めて勉強させていただいた次第でございます。ありがとうございました。ありがとうございます。じゃあします。はい、まあ本編の中でも黒沢キレッキレだなっていう言われ方してる通り、すごくやっぱり、最初から心の中は全開だった黒沢なんですけど、はいはい、でもそれを最初は恥ずかしいというか絶対に聞かれたくないっていう風に思ってた黒沢だったんだけれども、まあその足立のその魔法の力もそうだし、それがきっかけとなって背中を押されて2人の距離が縮まるにつれて、それが恥ずかしいものではなくなっていった黒沢の変化っていうのもすごく描かれていたなと思って、本当に最初から最後までリアリティがあって、どこかで巻き起こっていてもおかしくないようなエピソードが、僕はすごく親近感が湧いて楽しかったなと思いました。続きが見れたらまたどこか見たいなとは思っておりますので皆様も引き続き応援お願いします。ありがとうございました。ありがとうございます。最後に僕からも、まあ、そうですね、本当に足立を通して、まあ、最初はねうだつが上がらなくてなかなか自分の意見も言えないような、30歳でしたけど、まあ、僕もねもうそろそろ30歳見えてくるって年でいろいろ考えることもあるけど、やっぱりなんか何事も始めることもそうだし、人間変わることってできるんだなっていうのをすごい勇気づけられるような作品でもあったので、まあ、もちろんその恋愛ラブコメものとしても見るのもいいんですけど、やっぱりすごいそのヒューマンドラマというか人間の成長を描く部分で、この魔法っていうなんかちょっとしたファンタジーの部分はあるけれども、すごい大切な部分を気づかせてくれた作品なので、これからも何度も理解していきたいと思いますので、皆さんもぜひこれからもチェリー魔法の方よろしくお願いします。よろしくお願いします。チェリー魔法の方っておかしいけど、チェリー魔法の応援ですか、ね、はい、まあ、ということで、まあ、ちょっと名残惜しいんですが、はい、アフタートーク今回で終了となります。アニメチェリー魔法は配信でもご覧いただけますので、ぜひこの終わった後だからこそ見える部分とかねあると思うので、第1話から最終話まで、配信で、ね、何度でもご覧いただけたらなと思います。はい、それでは足立清役の小林役と、黒沢雄一役鈴木亮太と、柘植正人役古川誠と、綿谷港役の佐藤源でした。はい、ここまで応援ありがとうございました。またどこかでお会いしましょう。せーの、またねー。